元気？かな、急に何？ていうか今更何？元気かなと思って。最近どうしてる？今もまだあそこに住んでるの？そんなの聞いてどうするんだよ。もう別れて3年だよ。今更聞いてきてもどうしようもないだろう。俺の名前は太一、32歳、独身です。 元カノの彼女とは3年前にひどい別れ方をして、それから音信不通になっていたのですが、急に連絡が来たのです。そんなこと言わないでよ。元気かなって思うくらい私の自由だよね。太一が元気だと私も嬉しいし。なんで？ 3年前に捨てた元彼に今更何の用があるんだよ。捨てたって。 人聞き悪いな。捨てたわけじゃないけど、あの時は私も子供だったっていうか、太一の大切さに気づけてなかったっていうか。何が言いたいんだよ。はっきり言えよ。合わない？え？私また太一と仲良くなれたらいいなって正直思ってるんだよね。 今更何言ってるの？あの時なんて言って捨てたか覚えてるのか？捨ててないって。別れただけでしょ。貧乏人に興味ないって言って金持ちの浮気相手を選んで俺のことあっさり捨てたんだろ。あの時は私も未熟だったの。だからそんなひどい言い方したけど、 あれは本心じゃなかったの。素直になれなかっただけなの。言い訳が白々しいな。大手企業に勤めてる浮気相手と中小企業で働く俺、比べた結果そっちを取ったっていうのががっかりだったよ。今は別に気にしてないけど。だってあの時はデートに作業着で来たり、たまに財布も忘れたり、 そういうので貧乏なんだなって思って。貧乏人には興味ないんだもんな。結局俺のことじゃなくて金のことばっかり考えてたんだな。そんなことないわよ。はっきり言うけど私は太一とやり直したいの。私はもう昔の私とは違う。今の私なら絶対うまくやっていけると思うのよ。 やり直したい？なんで？私は別れてからもずっと太一のこと思ってた。太一みたいに私を愛してくれる人は他にはいなかったの。あの時の男は？もう別れたわよ。あんなに俺と比べてどれだけそっちがいいか力説してたのに。太一さえよければ まずは会って話さない？俺は正直驚きました。カナがわざわざ連絡してきた理由は簡単に予想がつきましたが、心のどこかではカナはそこまでクズじゃないと信じていたのかもしれません。しかしこの連絡を受けた時点で自分の中でこの女はクズに認定されました。カナに事実を突きつけてやり返してやることにしました。カナ、別れたって本当か？ そうだよ。俺と別れてからもずっと俺のこと思ってたの？本当だよ。ずっと太一のこと考えてた。そうなんだ。じゃあ俺のこと考えながらあの男と結婚して子供まで産んだの？え？何？何のこと？それは隠せないでしょ。共通の知り合いもいるんだし。 知りたくなくても情報が入ってくるんだよ。そうなの？どこまで知ってるの？カナが俺と別れてすぐ結婚して子供産んだこと、 SNS でお前の友達と繋がったままだったから結婚式の写真まで見たくないのに見る羽目になったわ。知らなかった。 子供のことまで知ってるとは思わなかった。
それに旦那とも別れてないんだろ。別れてるし、なんで？今お前の旦那の会社と取引してて、そっちの会社の担当が旦那だよ。狭い世間だよな。嫁の写真見せてもらうまで気づかなかったけどな。確かに別れてはいないけど、もう別れるつもりだし、大地とより戻せるならすぐ別れるよ。今度はそっちから俺に乗り換えるつもりか？なんでカナが急に連絡してきたのかもう分かってるんだよ。俺が独立したことフェイスブックか何かで見て連絡してきたんだろ。そういうわけじゃないけど、独立したんだ、すごいね。しらじらしいわ。そんなことでもなかったらわざわざ連絡してこないだろ。完全に金目当てで連絡してきたんだろ。違うのよ、私は自分の気持ちに気づくのが遅かったの。今の旦那の方が金持ちでいいと思ったんだけど、実際結婚してみたら全然家にお金入れないで遊び歩くような人だったのよ。そういう男を選んだのは自分の責任だろ。自業自得としか言えない。そんなこと言わないでよ。子供がいるのに家にお金全く入れてくれなくて、もう外に働きに行けって言われてるの。大地のこと雑誌でも見たよ。今社長なんでしょ。すごくない？すごくない、ただの努力の結果だから。そういうことさらっと言えちゃうのもかっこいい。多分私たちうまくやっていけると思う。うまくやっていく？そんな気全くないから。俺らは3年前に終わってんの。でもまた新しく始めればいいじゃん。始める気もなし。俺先月入籍したんだよね。え？どういうこと？やっと仕事が軌道に乗ったからプロポーズして籍入れたんだ。今幸せな新婚生活中だよ。羨ましいだろ。ちょっと待ってよ、私がいるのに他の女と結婚したってこと？私がいるのにってなんだよ。お前とは3年も前に終わってるし、なんならトラウマレベルの元カノ。それだけ好きだったってことだよね。勘違いすんなよ。でもカナのおかげで仕事に打ち込むことができて、独立することもできたし、それに関しては感謝してるかな。俺を捨ててくれたことにね。感謝してるなら助けてくれてもいいじゃん。やり直す気がないならお金だけでも援助してよ。は？何のために？子供のためだよ。まだ1歳なんだよ。かわいそうだと思わない？養育費払ってよ。頭おかしいのか？なんで俺が元カノと浮気相手の子に養育費を払うんだよ。いいじゃん、お金あるんでしょ。社長夫人になれないなら愛人としてでもいいよ。養って。そこまで頭おかしいとは思ってなかった。残念だけどもう二度と連絡しないでくれ。え？待って、ついでに明日お前の旦那に会う予定だし、カナから LINE 来たこと言っとくよ。え？それはやめてよ、本当に困るから。3年前に捨てた男が金持ちになってたからって連絡したのが間違いだったんじゃないか。じゃあブロックするから二度と連絡してくるなよ。俺はそのままカナをすぐにブロックしました。翌日仕事の関係でカナの旦那に会う予定でしたが、もちろんプライベートなことは言うつもりはありませんでした。しかし早とちりしたカナは自分で誤爆したらしく、
旦那と大喧嘩になり追い出されたそうです。風の噂で聞いた話ですが、今は親にも見捨てられて、旦那とも離婚、子供を一人で育てながら朝から晩まで働き詰めなのだとか。俺は奥さんとはラブラブで新婚生活を満喫しています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。